今月9日の新宿区長選挙で初当選した吉住健一区長が今日区役所で就任会見を開き、区政の発展に全力を尽くしたいと意気込みを語りました。前区長が描いてきた新宿のビジョンを継承し、区民の皆様と共に持続的に発展を続ける新しい新宿の街を創造していきたいと考えています。吉住区長は区議会議員や都議会議員などを歴任、昨日付で新宿区長に就任しました。吉住区長が強く訴えてきたのは防災対策。首都直下地震に備えるため、建物の耐震化や木造密集地域の解消などを進めていきたいとしています。生命に関わることは一番だと思っております。その中で直接命にまず関わることといえば耐震化なり不燃化であろうと思っております。吉住区長は国や都の補助制度の活用に加え、区の制度も改めるなどして区内の耐震化不燃化を促進していきたいとしています。このほか防犯対策や外国人観光客を誘致しやすいにぎわいのあるまちづくり、財政健全化などの対策を進めていく考えを示しました。